宇城市のメロン、J のメロンで、熊本宇城オリジナルの赤い系のメロンって名前、知ってます？なんかね、フルーツの名前がついてる。え、何？お、逆だけど、そう、正解。さすが、そうです、そうです。こちら、なんて書いてあるか皆さん読めますか？そうです、オレンジハートって書いてあるオレンジハート。これがね、J 熊本オリジナルの赤肉系のメロンだそうですよ。おいしそうですね、この色がまたいいですよね。わあ、近い、おいしそう、浮き、おいしそう。で、